どうも、いこいです。今回は、モーニング娘。の、カラフル期について紹介したいと思います。カラフル期とは、1、2、3の発表から、道重さゆみちゃんが卒業するまでの2年間を表すことが多いです。この時期は、黄金期、プラチナ期と並ぶ大きな転換期で、娘が再注目されるきっかけにもなりました。早速、カラフル期が成功した理由について、3点見ていきます。まずはこちら。EDM 楽曲と、フォーメーションダンス。 カラフル機の幕開けとなった楽曲12、123。EDM 路線はファンの間でも大反響。ここから新生モーニング娘。が始まります。また、ヘルプミーで一気に広まったのがフォーメーションダンス。それまでのパフォーマンス主義に分かりやすい武器が加わったことが、娘、再浮上のきっかけに繋がったのではないでしょうか。次はこちら。個別イベントの開催。 今では当たり前の個別イベントですが、毎回行われるようになったのはカラフルキーコです。握手文化を取り入れたことで、新規ファンの獲得にも成功し、CD の売り上げは倍増。脇愛 J はシャボン玉以来の15万枚超えを記録する大ヒットとなりました。最後はこちら。若手メンバーの台頭。123では、さやし穂ちゃんをセンターに抜擢。1番の後輩メンバー小田ちゃんの躍進。 マーちゃんをジョーカー的に起用するなど、若手の活躍が目立つのもカラフル機の特徴です。平均年齢もプラチナ期から一気に若返り、リーダー、採用中心にメディア露出も増加、新生モーニング娘として再出発することになりました。いかがだったでしょうか最後に個人的に好きなカラフル機の楽曲を紹介します。皆さんの好きなカラフル機の楽曲やエピソードについてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。 また以前、青空機の動画も投稿しておりますので、よければ概要欄からご覧ください。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。